こんにちはペアダンスで全日本ファイナリストの僕ですがコンテストの直前に必ず調子を崩してしまいます原因、えー、は対戦相手を意識してしまうからですあいつはあんなことができるのに自分はできないもう負けたも同然だという負のループに陥り練習効率が上がりますどうやったら自分のダンスに集中できるのでしょうかえー、っとあのもう単純にその能力じゃなくてメンタルの問題なのであの負け負けるシーンを毎日必ず思い浮かべるっていうのをやってください そのなんか周りがすげえうまくて自分全然練習できない練習の成果ができないよねっていうのを毎日思い起こしてください。でそれを毎日やってるとそれが普通になります。要はその,あの試合前になると相手が出てきて相手を意識してそのなんか萎縮しちゃうっていうのがあるのでもう最初から萎縮してる状態をずっと続けてるとそのうち慣れます。